東京都世田谷区、周囲よりひときわ目立つこのビルの2階で、私たちは一人の女性に出会いました。森本かな、22歳。圧倒的に男性が多いこのキックボクシングの世界でチャンピオンを目指しています。彼女がキックボクシングを始めたきっかけは、大学時代に所属していた陸上部の監督の存在が大きいといいます。やっぱキックはちょっとやってみたいってのもずっとあって、やっぱキックボクシング見に行ってたと思って、で陸上部の監督がいるんですけど、その人本当にボクシング大好きで、休みの日とかも一緒に見に連れてくれたりもして、でもずっと引退したらキックしろよみたいな、ずっと言われてて、お前ならできなんかキックした方がいいみたいな、ずっと言われてて、その先生の影響はかなりありますね。幼少期三重県で生まれ育った彼女は、地元の田舎町を走り回るやんちゃで活発な女の子でした。そんな彼女が空手を始めたのは小学生の頃。もうつかなあかんよ。打っていけ、打っていけ。よっしゃ。空手を始めたのは本当に単純で、仲が良かった男の子の先輩と遊んでて、その男の子の先輩が空手やってたんで、一緒にとりあえず行ってみようかなと思って。右手側、ゼッケン番号441番、小学校4年生の時のかな選手です。全国大会優勝を果たすと、男子選手との試合が組まれることも数多くあったそうです。空手は中3までやってて、それと併合してなんか陸上とかもやってたんですけど、
まあ高校行ったら陸上やりたいなと思って、陸上も空手はほとんどやらずに一回一区切りつけて、うん、で高校で陸上やったら、まあ、高3の時にインターハイ出たんですけど予選落ちで、それがめっちゃ悔しくて、で大学でもちょっとどこまでやれるかなと思ってやってみようと思って、で大学は一応4年間陸上をやった感じなんですけど、やっぱもう限界が見えたというか、もうこれ以上は多分もう伸びないなと思って自分の中で思ったん でやっぱ自分ずっとスポーツ続けてきて、いきなりスポーツ何もやらなくなると何も取り柄もないしやることもないんで、ずっと格闘技好きだったのもあったし、格闘技もずっと見に行ってたんで、やろうと思って。7月、私たちは彼女が大学生活を送っていた国士舘大学へ。陸上部時代の友人に話を聞くことができました。2回大会、まあ、合計4試合見て、まあ、全部普通に、1回目の大会は2試合 KO で、2回目の大会は2試合でも KO ではなかったんですけど、判定はもう 3-0 で、やっぱすんなり勝ってるんで、試合終わっても笑顔なんで、やっぱこのままずっと試合終わっても笑顔でいれるように突き進んでほしいなとはずっと思いますね。やっぱみんなでこう集まって楽しくいい香り写真撮れてるんで、2回の大会両方ともそのまま毎回こうみんなで金が買って金囲んで写真撮れたらいいなって思ってます。全然今でもチームっていう感じですよね。確かに普通にやっぱでも活躍してるの見るとちょっとやっぱ悔しいなと思いますね、正直ですけど。やっぱでも悔しい半分励まされるっていうか、もっと頑張るなって思わされるんで、試合見てなおさらって感じです。それは谷口君に対してそれは、まあそうですね、やっぱ仲間がどんどん強くなってビッグになっていけば自分も悔しいですね。自分の方が上行ったろうと絶対思います、ね。まあ、そういう意味では本当にいい関係っていうか、まあ、これからもつながっていきたいなと思います。彼女にキックボクシングを勧めてくれた陸上部時代の恩師、アマチュアの試合にも駆けつけてくれる友人、そして何より背中を押してくれる家族の存在。家族の中では賛成ってもうなんだろう、言った時にすぐ賛成っていう風な方はいらっしゃらなかった。いやもう大喧嘩した時にみんなで、みんな大喧嘩した時に、まあ、とりあえずもう自分がやりたいってことを全部伝えて、まあ電話とかなんですけど、でまあそこでまあ言い合いとかなるじゃないですか。で、まあ、で、まあ、その親と全く連絡取らなくなって、まあ、兄弟2人は、弟とお姉ちゃんいるんですけど、2人は本当に兄弟めっちゃ仲いいんで、なんかやりたいことやったらいいんじゃないみたいな感じで、ちょっと言われてて、でも、気になかったんで、もう引退して、次の日に、親には何も言わずに、シルバーアルフに1人で行って、もう入会手続きしちゃって。で、2ヶ月ぐらいした時に親がいきなり家来てて、自分がバイトから帰ったら家来てて、でまあそこで和解したというか、もうやっちゃった、頑張れよみたいな感じで、でもそこから本当に応援してくれてますね。応援してくれる人へ
最大の恩返しは強くなること。っていうのは例えば、まあ、練習は当たり前なんですよ。毎日やって当たり前だし、で毎日やって当たり前プラスその私生活ですかね。ちゃんと決まった時間に起きて、ね、じゃあロードワーク必ずこの時間に行きます、でこの時間に必ず練習に行きますっていうのを毎日どれぐらい続けてできるかっていうところがプレッシャーだと思うんですよ。選手的に見て一番この人気配りできるなと思ったのが、例えばレベルが違う人いるじゃないですか。例えば入ったばっかりの人とか、あとは中級者、上級者で、そのレベルに応じて、その例えば一番顕著に出るのが、その自分よりレベルが下の人に対して練習の時は出るんですよ。ちょっと言ってもわからないと思うんですけど、その下の人に合わせてあげるっていう強さを。目指してもらいたいというか、なんか一緒にサポートして、どういうところを目指していきたいみたいなのがあったら教えてください。もうプロ選手としても資質はもう十分に備わってるんで、まあ、経験もそのアマチュアの経験も相当あるんで、まあ、そのまま目指すところ、もう母ちゃんが思ってるところをまっすぐ行ってほしいですね。なぜこの厳しい道を選んだのか、それはきっと彼女にとって普通のこと。最高に楽しいという部分。いやー、なんていうかもう 今の生活がもうキックボクシングなんで、毎日ここに来てるので、ここに来ないと嫌というか、なんか毎日ここが大好きですね。